さあ、そして、2人ですね、こうね、さあ、コンマ53と、小宮山選手が、これ、インナーですね、ドドンはインナーの音ですからね、ドンがアウターですから、バンはブルーアウトの音。はい、で、小宮山亜美選手先行の0番、小宮山選手サスポですね。そうですね、はい、小宮山選手に関してはい、まあ、ちょっとスティールドソフトでなんかちょっと意識変えてるところありますかみたいな感じで伺ったんですけど、はい、特にないんですけれども、その辺では、はい、だけど、はい、セッティングに関してはちょっとシャフトの質、材質をちょっと変えてるっていう話を伺ってます。ソフトとスティールで重さを変えてちょっと重心を変えるという、はいはい、そういう意識だと思うんですけれども、小宮山選手っていうのはダーツ歴は長いんですかね。ちょっとその情報は僕ちょっと入ってきてないんですけれども、スティール歴はちょっと短いっていう情報だけしか、はい、スティール歴は短いっていうことですね。だけどジャパンでいい成績残してる選手だと思うので。そうですよね、軽いですよね、力感がない感じで。そうですね、うん、なんかでもね、本当スター性のありそうな選手でね、スティールダーツもソフトダーツもなんかこう盛り上げてくれそうですね、小宮山選手。さあ、そして大城選手140スタートからの、うわー100で、いや大城選手も乗ってきましたね。そうですね、先ほどの32の試合 の、 勝ち方もすごく良かったので。良かったですよね。いやいや、本当女子も十分この見せれる試合多いですね。やっぱり練習してるんですね、皆さん。さあ、そして261残り。さあ、隣。いや、考え中ですね。サブロク入っちゃったんですね、これ。あ、違うんですね。ちょっとマックス沖縄、ちゃんと竹本さんちょっとちょっとちゃんとね、まめにね、ちょっとね、メンテやってもらわないかですね。さあ、そして2319残り、小宮山選手3投目少しちょっと力んじゃいましたね、手首をちょっと。さあ、185残り、165残り、さあ145からの、ナイキープですね。そうですね、小宮山選手はここではもうきっちり100以上は取りたいところですね、上がり目出したいので。さあ、そして100欲しい、60欲しい、ナイスキープですね。そうですね、まあ、よく言えばトリプル欲しかった場面だったと思います。さあ125、これはブルから、それとも60から行くんですかね。あ、ブルから、ね、ブルからですね、はい、そしてトリプル絡めてのアレンジ。さあ、しっかりとサブロックアレンジ決めてきました、大城あかり。さあ、60捉えてもう1本、もう1本欲しいですね。こう小宮山選手、技術力高そうですね。そうですね、投げるリズムも、はい、素晴らしいですし、なんか見ててすごく上手です。さあ、内からの9ダブル、ここは中に入れたかなかったところですね。だけど好きな4ダブル残しましたね、大城選手は。4ダブル得意ですもんね、4ダブルよく決めてましたよね、今まで、このフィードオンライントーナメントでも。88戻るか、16いくか、あ、戻って決めましたね、戻って、60決めて28残り。
さあ、押し分かり、プレッシャーがかかる局面。さあ、4ダブル、しっかり決めていきたい。いいとこつけてる。さすが、これ今はもう教科書通りのダブルの決め方ですね。そうですね、もうあの音でもカチッて聞こえたと思うんですけれども、はい、うまく外からマーカーをつけてぶつけて決めましたね。マーカーをつけてぶつけて決める、さすがです。坂口選手はどうなったんですかね。あ、先ほどですね、そうですね、千葉霞選手に、千葉選手に16です、はい、16、10、3、残り以下で、終わった感じです。さあ、そして大城あかりが今度は先行の501。いやでも大城選手もすごいいいか悪いか分かりませんけど、ちょっと少し手首を最下点のところで大きく使うようになりましたね。ああ、そうですね。ああ、以前はね、あそこまでね手首を使ってなかったんですけどね、こう自分の中で進化させてたのか、それかちょっと逆の方に引いてしまってるのか。でもね、今日のダーツの状態っていうのはすごくいいので。さあ、そしてさあ T9。 さあ最後の3問目、あのちゃんと残りましたね。ちょっと惜しそうだったんですけれども、ね、はい、さあ小宮山選手、ここチャンスですね。そうですね、もうあの高校だったので、ここワンフォーデー、さすが。いやー、これ60決まるんでしょうね、もう1本。いやー、もう本当分かりやすいですよね。はい、いやー、大城選手、教科書のような夜格で、スタッキングさせて140取ってきます。いやー、やはり素晴らしいところは、あの相手があの高得点出したら、もうすぐまたそれをお答えするというところが、はい、やっぱ負けん気は強いんでしょうね。そうですね、はい、そういうスイッチがすぐにオンにできるところもやっぱり強い選手の、ね、まあ、一つのポイントなんじゃないかなと思いますね。さあ、トリプル。さあ、そして60捉えてきましたね。あ、うわー、ここで113点。あ、まあちょっと118残りですね。そして237、結構入りましたね、はい。そしてそのまんまで、これ102残りですね。さあ、118。いや、小宮山選手もうまいですね。いや、上手ですね。スキルがすごいです。はい、20から、あ、18から。18からいくんですね。18からいくんです。こうなったら2本目決めたいところ。あ、そうなんですね。要するに1本でも2本でもいいってことですよね。118の場合は20からだと、トリプル狙うチャンスがあるので。そうですよね。ところが18からめちってトリプルに入った場合が、もう一回トリプル打たないといけないということになるんですよね。そういうことですね。そうですね、まとまりも、はいはい、そうなってしまいますね。そうなんです、ね、だからまたはだからトリプルダブル、あ、トリプルトリプルダブルか、っていう、まあ、64残ってしまうので、はいはい、もうブル残すのしか、もう14トリプル狙っちゃう形になってしまうと思うんです。そうですね。さあ20からこれ18ですね。いいですね。はい。18トリプル決めて7ダブル。さあ、少し突っ込んでしまった。ナイストライですね。ナイストライ。ここで得意の36が出ましたね。好きなの。ですね。小宮山選手、好きな36。あ、いい感じで投げてますけど、ちょっと打ちですね。さあ、9ダブル。ナイスだ、うまい。ナイスですね。強い。いい位置につけてました、2本目が。あれが2本目がいい位置につけてるから、ああいう風にいい壁となって、ぶつかって入るというね、入れやすくなるっていう。
まあ、その2本目がちょっと遠すぎだったらちょっと利用できないんですけれども、そうですね、今のはすごくいいマーカーだったと思います。マーカー、さあ小宮山選手がこれで有利になりましたね。そうですね、あの、はい、先ほどのブレイクされてブレイクバックしてこれでちょっと先行のりが、大塩選手うわナイスグループ、いやいやいや、入ってもおかしくなかったですね。でもああいうダーツを続けていけば、あ、先ほどのね、桃香選手みたいな間してくるんですね。うん、60絡んでくる、どんどん入ってくる感じですね。さあ大城選手が、小宮山選手もちょっと調子上げてきましたね。ですね、本当にスキル高いですね小宮山選手は。弾かれましたね、アンラッキー。さあそして小宮山選手これで先行でなおかつ ポイントでもリードしてるということで、これもう本当にリラックスして投げれますよね。そうですね、もうひたすら削ればいいっていうそういう心境だと思うので、はい。さあそして大城あかりがここから追い上げられるのか。ではしっかり刺さってます。いやここで100点取ってきました。いやまだまだわからないですよ。まだまだですね。うん、いやトリプル捉える。さあサイドにずれてしまいました。これ2本もったいない。さあここはこういうとこ強いですからね、大城あかり。そうですね、ちょっとここで大きい得点が欲しいところなので、はい、こういうところは本当に強い。60取ってきました。ワンフォーティー、いや注文通りですね。はい、注文通り来るんです。こういう強さっていうのはね、本当に持って生まれたものですよね。ソフトダーツでもそうですけど、はい、持って生まれた強さがやっぱりこのスティールダーツでも発揮されてる。そして60、ナイス、いやきっちり安定した削りですね。ナイスアレンジ。さあそして大城選手はまだ上がり目がないので、ここは削って165から下につけたので少し狙いにくい。そうですよね、こうなりますよね。うん、それでもねじ込んでいきますね、はい、大城選手は横につけたのでスイッチするかと、あ、下につけたのでねスイッチするかと思ったらやっぱり20というね。さあそして多分あの本人はあの多分入るようなイメージがあったと思うんですよ。そうですね。さあそして20でアレンジ、もったいない、ちょっともったいないですね、はい、この場面は。まあ、だけど相手も142なのでもう、まあ、トリプルかインブルが必要になってくるので、これは20からそして82どうするんだ。ここはもう1本いったんですね。そして10トリプルでアレンジ、あ、これアレンジ決めましたね。残にレフトですか、さすがです。いや上手ですね。いやまあ、先ほどあのもう入るイメージがあったと思うの で、 そうですよ、ね、もう1本目入って2本目もそのまま入れたら入るんじゃないかなっていう感じで20トリプルですね。さあそしてこれはフィニッシュ、これを決めれば小宮山亜美選手がベスト8進出です。さあ決めたいところ、知った。いや今ちょっとダストリー行きそうになるぐらい近かったでしょうね。やっともったいない。
さあ、大城あかり、この3本でフィニッシュできるのか。緊迫の一瞬。ああ決まった。シャーシャーシャー来ましたね。あ、シャーって大城あかりじゃないですよね、今のね。誰？シャー来ました。さあ大城あかり、これでベスト8進出です。